エベンキの住居。ウランウデの民族博物館の展示。エベンキ、中国語学音活族は、ツングース系民族の一つで、主に、ロシア国内のクラスのヤルスク地方にある旧、エベンキ自治管区地域に居住する。他、ロシア国内では、サハ共和国などにも居住し、中国国内でも高安令山脈周辺の、内モンゴル自治区エベンキ族自治区、国立交渉などに居住している。 エベンキとも表記される。同系統のオロチョン族とトゥルク系のヤクート族と、ウラル系のサモエード人と複雑に根血を繰り返して生活を営んでいた。エベンキとは森に住む人の意で寒冷な森林の狩猟民であった。エベンキの民族を代表する生業は狩猟とトナカイの遊牧で、狩猟では、比較採取や肉、内臓の食用のためにシカ類、天などが捕獲の対象である。 狩猟の際の移動にはトナカイに騎乗し、トナカイで荷物も運搬する。後輩のための種を除き、オスのトナカイには虚勢を行う。トナカイはその他、入院用に利用するほか、その肉、内臓、血を、食用、飲用とし中国では漢方薬として袋酢の採取も行う。基本的にトナカイの飼育、管理は女性の仕事であり、 男性が狩猟に専念しやすくなっている。古来からあるエベンキの伝統的な住居は、オロチョン族とヤクート族と同様に、比較的細い白川などの幹を何本も組んで、その外部を、冬は、トナカイなどの毛皮、夏には樹皮で覆った、円錐形の天幕式住居である。現在では定住家のため、ベースとなる住まいは、近隣のロシア人や漢族と同様のものだが、狩猟や、 地類の豊富な場所へのトナカイの移動で、ベースの住居を離れねばならない場合、伝統的な天幕式住居、またはその他の天道伝統宗教はシャーマニズムだが、帝政ロシア時代のロシア正教会の宣教師による布教など、ロシア人の影響から、シャーマニズムと合わせて正教を信仰する者も,もいる。また、ロシアのみならず、中国のエベンキも、かつては、 ロシア人と交易を行い、毛皮と引き換えに生活用品や銃、三段、小麦粉を入手した。ロシア人との交流のため、ロシア国内、中国国内のエベンキともに食生活にも、ロシアの影響があり、小麦粉よりパンを焼いて食べ、紅茶を飲用し、紅茶にトナカイの乳も加える。また、中国国内のエベンキ女性にもロシア風のスカーフを、被る人がいるなど、着衣も、 ロシアの影響が大きい。現在は生活様式がほぼロシア化して一部がロシア人との根血が進んでいる。ハイランチャ権竜58年ソロンドラールに取り入れられ、権竜帝の従前武功での活動が確認できる。エベンキ出身の武将としては、ハイランチャが有名で、キヨシ・ジュンガル戦争、キヨシ・ネパール戦争などで活躍した。彼は、真の正規軍が、 敵の不正規戦に対処しきれない現実の中、エベンキ族で構成された部隊を率いて、部隊を指揮した。エベンキの Y 染色隊ハプログループは、C2 が67.7%、N が19.8%である。小説、ありがとうございます。